DJ ソアライズ。アロハ、こんにちは。 DJ ソアライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。今回なんですけど、始まりましたバックフェス前のカウントダウンガチャシリーズハッピーラッキー装備召喚、回していきたいと思います。まず初日目なんですが、説明読んでいきたいかなと思います。バックフェス前のカウントダウンシリーズハッピーラッキー装備召喚が開催されました。本日2023年6月6日12時からスタートされましたシリーズハッピーラッキー装備召喚、こちらなんですが、全18種類のシリーズ別装備召喚が24時間ごとに1つずつ追加オープンしていきます。期間中、各装備召喚1回限定でミスリル5または291ジェムで実行することが可能な3連レア装備召喚ですとなっております。各装備召喚から配される星5以上の装備は、該当シリーズの登場する英雄の必殺技付き装備、リミットブレイク付き装備、レジェンドマックがピックアップされたものになりますと。開催スケジュール、各装備召喚のスケジュールは以下の通りです。ジョブ、霊式、タクティクス、15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1と全18種類、星6以上の装備が1個確定。今回からのアップデートかなり激アツになっています。全18種類の装備召喚が24時間ごとに追加オープン。どの装備召喚も2023年7月11日火曜日14時59分まで開催となってますので、フェスバレ、他にもねフェス裏のガチャ、いろいろガチャバレ等来るので、そちらをしっかり見てから回すのもよし、余裕のある方はね全シリーズ回すのもよし、気になるシリーズ、弱いシリーズ回すのもよしで、星61個確定になるので、まあ、余裕のある方は特にフェス前のモチベーションを上げるために回していくっていうのも楽しいんじゃないかなと思います。僕は毎日更新全シリーズ回していきますので、気になるシリーズ全シリーズ見てくれたら嬉しいです。また切り抜きの方でショート動画1分動画でガチャ結果のみも毎日更新していきますので、忙しい方用毎日更新しますので、そちらの方でもチェックしてくれたら嬉しいです。今回初回になるのでジョブガイデンに回すんですが、明日以降霊式タクティクス15でこうだんだんカウントダウンしていくのは、もう序盤1、2分、2、3分でガチャは結果終わって、毎度恒例の人気コーナー、僕の 手持ち装備全部大公開という、あの人気シリーズシリーズメンバーチェックワンツーのコーナーもありますので、最後まで見てくれたら嬉しいです。それでは早速なんですが、回していきましょう。バックフェス前のカウントダウンシリーズハッピーラッキー装備召喚、それでは行ってみましょうか。来ました、それでは行ってみましょう。来ましたね。本日第1回目はファイナルファンタジーレコードキーパージョブガイデン、行きましょう。さあ今回なんですが、バックフェスカウントダウンシリーズハッピーラッキー装備召喚ジョブガイデン一発目、初日回していきましょう。僕はジムで回します。毎日更新全シリーズ回していきますので、見てくれたら嬉しいです。さあ今回一発目、ドクターモグお願いします。さあどうだ、ほい、おーいいね、みんなおーいいねっていうか、まあ、最低確定分なんですが、ミラボ、ミラボ確定はかなりでかい気持ちが、おっとこれはなんだ、本だけど超絶なのかな、超練しないし。さあ何でしょうか。デシ君の超絶神壁のグリモア、昔は大活躍してくれた神壁のグリモアでございました。ありがとうございます。毎日更新全シリーズ回していきます。それでは人気コーナー行ってみましょう。僕のシリーズメンバーチェックワンツー大人気コーナーでございますが、配信者でも手持ちの装備を全部公開している人はなかなかいないんじゃないかなと思います。現状の僕のジョブ、まあ、ジョブ外伝といっても僕が組んでるのはオリジナルキャラクターで構成しております。デッシー君、ドクターモグ、ウララちゃん、ウエチ、ビックスとなっております。それではデッシー君から見ていきましょう。デッシー君必殺技なんですが、まあ、割と持ってますね。シンクロディーか覚醒もモリモリに持ってるんですが、新しいもの究極ミッドブレイク戦技、 D 角戦技、未生児となってます。あとマテリアですね。はい、ドクターモグ先輩見ていきましょう。ドクターモグ先輩も割と揃ってるんですが、戦技究極 D 角リミットブレイクオーバーフローと強力なのは外してます。オーバーフロー奥義に関してはレンズ金で取れますが、まあ、現状必要ないかなという感じです。うららちゃんユナ様コスにしてますが、はい、必殺技マテリアともにコンプしております、まあ、結構なんだかんだねレアなものとかアッスルダンスとか、これはあの
星ドラのコラボの時のやつなので、かなりレアかなと思います。今だったらもう入手不可能なんじゃないかなと思うんですが、しっかり撮ってます。ウェッジさん見ていきましょう。 S さんはオーバークロシングと消えてくれませんが、結構強力なやつが持ってませんが、現状十分な感じではあります。未所持のマティリア、これ古いやつですね。持ってないのが未所持ありと。ビッグさん、 D 角覚醒レビットブレイクオーバーフロー、数少ないんですが強力なものは持ってるかなという感じです。マティリアはこんな感じ。他のメンバー見ていきましょう。こちらはジョブにしています。しておきましょう。戦士ナイト、モンク、赤魔同士、黒魔同士、この辺は見なくて大丈夫ですよね。はい、レベルだけは99にしてあります。外伝見ていきましょう。レンさん、新奥義と超必殺、テリアこんな感じです。ランさん、バースト覚醒、テリアこんな感じです。トゥモロさん、超絶超必殺、テリアこんな感じ。エモさん、超必殺超必殺、なかなか装備薄いですが、リーグさんも見ていきましょう。バースト、テリアこんな感じ。タマちゃん、覚醒超絶2種バーストとなってます。マテリアはこんな感じ。エナクロ姉さん、シンクロ覚醒 D 角も持ってますね。オーバーフロー大きい、半分ぐらい残っておりますが、マテリアもこんな感じ。セラフィーさん見ていきましょう。セラフィーさんなんですが、究極 D 角覚醒2種リミットブレイク宣言オーバーフローと強力なのが揃ってます。あと新奥義リミットブレイクオーバーフロー、あとあれですね、ほんと未所持のものは集めていきたいかなと思います。現状こうはですね、風の魔法ではスタメンに食い込んでますからね、急遽食い込んできたっていう、それぐらいめちゃめちゃ強いです、セラフィーさん。超絶はレンズで交換できるのと、リミットブレイクチェーン風、この辺集めていったらどんどん強くなるかなと、伸びしろが一番あるセラフィーちゃんでございます。レンザいきましょう。シンクロ覚醒、テリアこんな感じです。フィーナさん、フィーナさんは覚醒シンクロ超絶 D 角となっています、ラスピルさん超絶オバフローでシンクロとなってます。マテリアこんな感じです。以上今回一発目のバフェスパイのカウントダウンガチャシリーズアピラキー装備召喚でございます。毎度恒例のシリーズメンバーチェックコーナー、こんな感じで毎日更新していきます。初めて見てくれた方もありがとうございます。基本的に毎日更新、ガチャは前半にすぐクイックにやって、後半はメンバーの紹介やっていきますので、気になるシリーズラジオ感覚でも聞いてくれたら嬉しいです。本当に忙しい方用にショート動画見て、毎日ガチャ動画のみの部分を別途公開してますので、そちらの方も忙しい方はガチャ結果だけ楽しんでくれたら嬉しいです。コメント欄の方でも気軽に何々撮れたよとか、なんか気軽に FFRK の話とかファイナルファンタジーの何でもいいので、コメント、動画の希望、なんかリクエストとあれば、気軽にコメント、リプしてくれれば返信させていただきます。皆さん、ファイナルファンタジーレコードキーパーシリーズアピラキー召喚楽しんでいきましょう。バックフェス前みんなで盛り上げていきましょう。毎日更新頑張っていきます。 DJ ソワレスメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパー、これからもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。